すみチャンネル。魚住チャンネル、今回は冬の光で窓側のポートレート、室内での窓、この窓を使ってどのように自然光を操るか、そちらをやってみようと思います。モデルは佐藤さくらさんです。よろしくお願いします。お願いします。あったかいっていうのはいいよね。そうですね、部屋の中で、はい、うん、あの女子の一番困るのはまず眩しく、そして寒い、そしてお腹が空いた、この3つをクリアするといいポートレートが撮れます。今回は暖かい場所でどのように撮るか実践したいと思います。よろしくお願いします。室内の窓越しのポートレート、これね、窓を背にしてとか窓からのサイド光で撮るポートレートってめちゃくちゃいいの撮れるんです。で特に冬場これ太陽がまたてっぺんじゃなくて、さっきも言ってますけど横から来るこの光を利用して、あとこのカーテンですね、本来だったら白いレースのカーテンとかが一番ベストなんですけど、このタペストリーみたいなカーテンも光きれいに回ってきます。これで撮ってみようと思います。ストレートに撮ってます。ポイントはですね、ちょっとアップにしてみましょう。目に入るこのキャッチですね、このキャッチがここだよね、窓が綺麗に入ってきます。これレフを入れてしまうとレフも全部釣り込むんですけど、今回はもうレフも一切入れてません。自然光そのままで撮ってるので、キャッチャーが一つ綺麗に入ってくるというところですね。僕はですね、これにレフを入れてしまうと目にキャッチがいっぱい入ってきてしまうカットがあんま好きじゃないんですね。一つ綺麗に入ってくる、そこの場所を見た上でやるといいと思います。先ほどのカットからさくちゃんに一本前に出てもらいました。背景がシンプルにボケる、今これも開放 1.2 で撮ってますが、瞳見てもらいましょうね。この瞳オートフォーカス、すごく素晴らしいなと思うのは、僕がピントが欲しいと思ってるまつげのこの付け根のですね、アイラインを引いてるところにバシッとピントが来てます。でこれ中の瞳によく見ると実はピントは来てないんですね。開放でもうすごく浅い被写界深度の中でここにピントが来ているという状態です。なのでその眼球にピンが来てないので、ちょっとうるうるした表情になりますね。だから憂いになる表情を撮るときにはまつげにピントという形できます。実はまつげの先にピントを持ってくると被写界深度がすごく浅いので眼球がボケてしまいます。さっき言った憂いのある表情っていうのはこの形で作ってます。でピントを本当に追い込みたいときは、まあ、ほぼほぼオートフォーカスで瞳オートフォーカス、それで効き目に来てる状態でもいいんですけど、僕の場合はですね、一つテクニックとして 100% 確実に追い込みたいときには実はこちら見てくださいね。これ DMF ダイレクトマニュアルフォーカス、これにセットしてます。で一旦カメラがピントが合わせてからヘリコイドを触ると拡大されます。でそこでピントを追い込んでます。だから被写体が動かないんであれば、これで追い込むことはかなり精度のいいピントを得られますので、ぜひともやってみてください。もうさらに、
サイドコーです。で次僕がやろうとするのはこれはですね逆光のポートレートということになってます。さっちゃんがここに立っていますね、はい、今ここに光が来てます。こちらはあんま光が当たってないですね。でこの肉眼で見た限りこちらがハイライト、こっちシャドウで、しかも後ろからの光だけで撮る。これでどのように見えるかをちょっと、見てみましょう。後ろがぶっ飛んでます。スタジオで撮ってるみたいな雰囲気ですよね。はい、ピントはこちらの上にガッツリと合わせてますね。なので部屋の中で撮ってもスタジオで撮ってるみたいにすごい背景をシンプルに人物を浮かび上がらせるってことも可能です。でその時にはぜひ逆光をやってみてほしいなっていうふうに思ってますね。で今よりも露出を若干オーバー目に撮ってみようと思います。で今回さくちゃんの横これ真っ白ではないので露出をオーバーに持ってくると何が起きるかというと肌がまず綺麗に抜けます。で髪の毛の重たい感じも緩和されます。そこを狙ってみます。ハイライトが飛んでる状態の写真に持ってきました。なのでフラットではないですね。こちらからなだらかに絞りが落ちていくというアップしています。こういう時ってやっぱねピントがねカチッときてないと気持ちが悪いんでガチガチに合わせるようにしましょう。でこのキレのいいところでピントが合ってますよっていうので開放 1.2 で柔らかい雰囲気を持ってくる。見てみましょう。うん。今もう普通の後ろにある観葉植物をぼかしたって感じですね。でこれはやっぱそのさくちゃんと植物との距離の問題なので近いとやっぱ綺麗にぼけないですよね。離れてればもっと大きくぼけるんだろうけど、うん、なのでぼかしたいっていうふうに思うんであればもうさくちゃんもう一歩二歩手前に来ていただいて、そうですね、それぐらいでアップで。400開放1点ですね。ああどうでしょう。背景を撮ったことによって、まあ、大きくボケてきましたね。この位置だね。ピントも寄ったんですけど、まあ、このぐらいのピントで来てると気持ちがいいですね。時間2時半です。14時半、もう光がだいぶ傾いてきましたね。なので冬の撮影はできるだけ早めにスタートして、そして3時を回るともう日がだいぶ落ちてきちゃいますから、その前に撮ってしまおうというふうな形ですね。で今これから30分が多分美味しい時間帯だと思うんですけど、15分ぐらい前にこれ撮影させてるんですが、もうほとんど光が当たってきてません。ですから直接の光じゃなくて間接の光を今この白のカーテンでディフューズしてる、柔らかい光に持ってってる、
いわゆるポートレートに最適な光になってるんじゃないのかなというところで、今度は50ミリの最短距離ぐらいまで寄ってみて撮ろうというところになってます。恐ろしいピントの浅さですよね。そのまつげの付け根でって言ってるんですけど、多分一番欲しいところは実はここの付け根だったんですけど、ちょいピントが手前に来ちゃってますね。だからもうコンタクトの感じがここまで出てしまうという。もう一発ピントじゃ飛び込んでみますね。追い込んでみたつもりですが、どうでしょうね。見てみましょう。わあ、来てますね。なのでピントをシビアに欲しい時にはこちらの先ほども言ったダイレクトマイナーフォーカス、こちらを使っていただけるといいかなと思ってます。ピントがもう本当にここにあって、うわっと綺麗になだらかにボケていくという絵を作る時にはもうもってこいですね。僕はですね、これ今縦位置よりも横位置を使ってしまうというのはどういうことかというと、横のポートレートってまだまだ開拓されてない気がしてるんですね。で、今まで雑誌メインで縦のポートレートをほとんど撮ってきましたから、この SNS 時代とかスマホ、まあ、パソコンで見るようになったから横の絵っていうのはすごい重要なんですね。だからその自分の中の経験値としてまだ横根ってやれるんじゃないのかなっていうところがあった上で、最近は頑張って挑戦してます。フラットな光で目の中にガラス、その窓が映って、その中に僕がいるという形ですよね、これね。すごい映画っぽい。ポイントはですね、こういう時目の中にカメラも映ってしまうので、こういう風に 撮るとかね、何股で撮るとかになると全部映ると思います。なるべくマッチ棒のようにまっすぐ撮ると、猫の目のようにまっすぐ、なんていうのかな、マッチ棒的なカメラマンが入るので、針のような感じですね。だからあんまりワイドなポーズを撮らないカメラマンはね。渋い露出で今来ました。あ、ピントが来てない。こっちにしちゃったな、ちょっと。今ね、実は2ぐらいまで絞ってます。両目にピントが欲しいときは開放1点で撮らない方がいいですね。あの大口径のレンズでもちょっと贅沢に絞ってみましょう。今 F2 で持ってきてます。僕はやっぱ28くらいまで絞ってる時が多いですね。ちょっと28まで絞ってるところでしょうかね。行きましょうかね。今 2.8 まで絞りました。ですよね。ピントは両方の目にクリアになります。なのでポートレ
とでもちゃんとピントを両方に持ったい時には絞りを2.8から3.5ぐらいまで絞った方がいい結果になる時は多いですね。何でも開放で撮るなよってことです。あの開放のボケは綺麗なのは分かってます。ただそれで撮ってピントが浅すぎてなんだか分かんなくなってる写真もいっぱい見てますので、あの適度に絞れる時は絞ってみてください。室内で撮る時の一番重要なポイント、実はですね、室内灯を全部消しましょう。なぜかというと室内灯によっての色かぶりが起こります。その色かぶりを全部消す、電気を全部落とすというところで自然光のみでの色で撮る、これが一番重要です。あとでレタッチの時に困らないためにそこは徹底してみて自然光だけの光で撮ろう、これ重要です。やってみてください。特にあれですか、あの蛍光灯なんかは絶対切った方がいいですよね。まあそうですね、蛍光灯は基本的にグリーンが被ってくるのでない時の方が僕は望ましいと思いますね。あと LED の光も意外と被ってます。冬のポートレート室内編、窓側の光をどのように操るか見ていただきました。どうですか、さくらさん、暖かいところはいいですか？そうですね、リラックスして撮影させていただきました。あの窓側と、あとその窓のかかるカーテン、これあのロールカーテンとか薄いレースのカーテン、白のそこを上手に使おうというのと、一番のポイントは部屋の電気を消すことです。色かぶりを消す、これがまず一番重要なので、そこから皆さん始めてみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。